夜のお洋服はどういう構造ですか？こう初めて聞かれたけど、ワンピースにこのなんか短いのがくっついてます。これよく着てるかな、ラジオとかでもよく着てるかも。そう、服の構造聞かれた。なんかコメント読もうじゃ。はいはい、10個。悲しい、セーラー惜しかったんだね、12個だから。はい、10個でした。残念、絶妙に難しかったですが楽しい。はい、ありがとうございました。近況は、まあ、46時間テレビかな。私的にはね、なんかキャプテンになると心境変わるんだなってすごい一個思ったことがあって、4期生がまだ乃木中とかしてそんなに個人のキャラクターが出てない子たちが個性が出たりとか、ファンの人に一個新しい魅力とかが伝わったなっていう瞬間があるとめっちゃ嬉しいんですよ、自分のことみたいに。だったりとか、あとはバレンタイン企画の時に、あ、バレンタインじゃない、褒めっこ対決、乃木中のその時とかに、なんかヤクボちゃんがサクちゃんサクちゃんっていうやつとかがなんか盛り上がったりとかして、そういう一個キャラクターになったのとか、そういうのがあるとね本当嬉しくて、ちょっとねその一人一人のキャラクターをもっともっと探したいなって、特にこの46時間テレビとかでは思いましたね。めっちゃみんな言ってたけど、よりメンバーのことがなんか好きになった3日間だったなって思いました。見てくれた皆さんありがとうございました。あ、似てた今の。最近楽屋でやってるからかな。そうなんですよ、コスプレはって書いてる。さあどうですかね、ちょっとまあね、待っててください。どう、わかんないから、あの46時間のね80万人突破したらカードキャプターさくらのコスプレするってやつ、まあどうでしょうか。逃がさないよって書いてある。それはもうじゃあ皆さん次第、皆さんが、さっきからじゃん、この前のクックパッドから同じこと言ってるけど、皆さんが望むのであれば、そう、もしかしたらあのコスプレがどこかで帰ってくるかもしれないから、まあそういう感じでお願いします。はい。